ファンタスティックス堀夏樹です。今日は番外編ということで、こちらファンタスティックスの今楽屋なんですけども、自分が急遽突撃してみたいと思います。メンバーの普段の様子を早速見に行ってみましょう。お邪魔します。はい。いやなんですか。うわ、めっちゃカメラ回ってる。すいません。ちょっと怪しいな。何？すみません。いや、そんなスリッパ掃除しないでしょ。いや、大事、今日すごい俺大事なやつだから。スリッパが。おい、見たことないけど。俺、世界さん何してんの、それはずっと。なんででかいぬいぐるみめでてんすか、それ。あー、惜しい。ケツ。気持ちよくて。あ、まあ、肌触りがね、気持ちいいですよね。何ですか、いきなり。あ、俺夏の冠の。で、番外編でまた来やがったよ、冠。なんでこと言うんだよ。お邪魔させてもらいますよ、楽屋に。何回このスタッフさんたち見れば。多分ね、レイヤ君は圧倒的に回数多いんじゃない。断然回数が、はい。今日もたくさんのおじさまたちが今、アルバムの購入者特典のイベントの、そうですよ、イン名古屋ですよ。冠の本拠地と言ってもいいですよね、うん、そうです、一発目が ね、名古屋で。そうですか。あーねー振られる側だと思ってんけど会話がね、来ないから振っちゃうよ。じゃあ、2人は冠結構出てくれてると思うんですよ、メンバーの中でも。確かにそうですね。どうです、あの、冠のこの思い入れのある企画とかあります？あ、もう一個ありますよ、僕今日。何ですか。ええ、それはもう、この二人といえばね、堀くんをドッキリ。確かに、あの回が一番やっぱり面白かった。面白かったですね。だからなんか不思議なもんで、家に帰った後もなんか、俺よくあれ当てれたな。あ、ドッキリだ。いい体験しちゃった、ね、そう、なんかすごい不思議な感覚だった。いや、逆にあんなまんまと引っかかってくれるなんか思ってなかったんでね。夏樹の純粋さがめっちゃいい意味で意外と、だからああいうの気づくのかなとか思うけど、そう、気づかないもんね。さすがに気づくでしょと思いました。マジで自分すごいなって思っちゃう。確かにな。そんなこともありましたね。本当に高いお寿司とか食べた？いや、食べてないです。高いワインも飲んでないっすね。飲んでないんだ。だから未だにこう違いがそこから進歩してない。なるほどね。混乱しちゃってるね。あれされたことによって。そう、今回こういうのもありますけど、ちょっと備品見てこうかな。これ今日世界さんが来ますよね。来ます。今日それでもなっちゃんが選んでくれたんだもんね。そう、僕が選んだんですよ、うん、煉獄さんの、ね、あ、鬼滅の刃のコスチューム。一言を言うとね、まあ後で本番の時も言うと思うんだけど、はい、持ってんだよね。持ってんすか。あ、持ってんすか。だからもうスイスイ切れる。着方が分かる。着られてんだ。そうだったね。いや、もう多分誰もが一回は見てみたいと思ってたはずだ。確かにね。ここで着てるところをここでね、叶えて、こう、みんなの声ありがたいです。そんなことしてみます。大丈夫、そんないきなり癖の強いものを紹介していって、ね、もうないです。後半。このイベントの趣旨はちゃんと冠さん伝わってる？なんかざっくり。だってまだ分かってないよね。前振り最初に撮ったんですけど、うん、今日はあれですよね、かっこいい堀夏くんが見れるんですよねみたいな感じで。ちょっとそれは違うかもなって。今日じゃないっすねみたいな。今日じゃないね、うん、絶対今日じゃなかった。明日だね、うん、ですね。前哨戦みたいなとこあるもんね、今日はね。いや、明日の助走みたいなね。ね、はい、普段の2人はどんな感じで楽屋は過ごされてるんですか？僕らですか？ダマ、うん、って過ごしてますね。でいいよ、もう楽屋で喋んない。なんかいろいろ見たり聞いたりしてる時間。ドラマとか見てるイメージあるな。ヨードラと、そうですね、ネットフリックスと。今日僕見てて思ったんですけど、うん、移動中の新幹線の中はイヤホンです。で、楽屋に着いたらヘッドホンに変えてる。なんで変えるんだろうって。普通になんかキャップ事情。
とか、今日バケットかぶってたから、で、iPod でね、こうやって、あ、で、キャップかぶってない時はヘッドホン、そういうことね。そうそうそう、ダブルスタンバイしてる。ごめん、めちゃめちゃ多分これ音楽でこだわってんだろうなみたいな答え待ってた、もしかして。こだわってんのかなってずっと思ってめちゃめちゃキャップ事情でした。なるほどね。世界さんは何してますか？僕は、あの、ね、席によるんですよ、座る、はいはいはい、あの、うるさい人がいる隣とかに座るとうるさいですね、僕も。ケイトとか、よく喋るソータとか、すみません、本番前に。いやいや、全然。体温めていただいて、気持ちを高めていきたいと思います。そうですね、はい、名古屋なのでしっかり感謝をね、伝えに。そうですね、後ほど本番で。はい、お願いします。お邪魔しました。さあ、それでは続いての楽屋にお邪魔していきましょう。次は誰でしょうか？お邪魔しまーす。おー、おー、はい、来た。お邪魔します。モンスコ、モンスコ冠、カッコカリですよ。来た。巷ではスタスタの冠って聞きました。言われてません。ユセユセの冠って聞きます。そんなに出てないな、ユセユセの方は。そうなんだよ。今ずっとこの前見てカメラ来てますけど、ソータさん、どうしたの？じゃ最近なんか二日酔いというか、もうずっと三日酔い、もう四日酔い、もうずっと酔ってるんですよね。酒飲みすぎだよ。いや、自分に。いや、ナルシストやないかい。弱めのツッコミでした。何ですか？はい、今日はゼップ名古屋でね、イベントじゃないですか。はい、せっかく名古屋なので楽屋にちょっと潜入してみようということで、お邪魔しております。どうですか？ようこそ。ですけど、カモン、モノボケ、こやつは冠で、もともともう、あの、無茶振りが何個か用意されてるんで。やばいやばい、早速じゃあ聞いてないようかな。じゃあ、モノボケとか言ってたけど、最新の一発ギャグとかいけるのかな。おっと、そうだな、それマジっすか。あ、でもここにあるもの何でも使っていいですよ、じゃあ。使わなくてもいいです、じゃあ。使わなくてもいいですよ。じゃあ、はい、アンパンマンのモノマネします。おお。今日ちょっと体が重い。どうした？もう、アンパンパン、アンがパンパンに詰まってるってことだったんですけど。はい、あ、なるほど。いい、ね、この速さではまあまあよ。すごい、いや、すごいすごい、いいジャブ打ちでした。この前やってたけどね。いや、よくないこと言った。いやいや、初めてです。初めてです。気持ちがないじゃん。次は胸キュンかな。いいですか？胸キュンがね、ちょっと うち欲しいんですよ、常に。じゃあ、ゆうせい、胸キュンいいですか？なんか、シチュエーションあった方がいいですか？あー、ね、なんかいろいろあるんで、なんか使いましょうか。好きなの使っていいですよ。こいつで行こう。おー、そいつで行く。でかいの行くね。これで胸キュンできるのか。ゆうせいの胸キュン、3、2、1。なんか物足りないな。やっぱ君じゃなきゃダメみたい。おー、キュンですね。さすが、素晴らしい、素晴らしい。プロデューサーさんがさ、湧いちゃってんだよね。あ、マジで来るんだみたいな。喜んで、ガチ的。俺がいつも恥ずかしがるからさ、これこれみたいになってるから。やばくないですよ、もっと本気でいかないと。あれやっぱり見てますけど。はいはい、女子的だと思ってじゃん。あ、女子的。うん、わかりました。僕が女子的。うん、会社ですね、今。はい、会社。てかさ、あんま言うとあかんかもやけどさ、前ばっか見ずに俺のこと見てや。ちょっと今日身につけてないですけどね、うん、あのツアーであのブランケットを作ってまして、はい、うん、それ毎晩寝てるときこうやって使ってます。へえ、ホントですか？ホテルだとちょっと寒いじゃん、布団薄いから、はい、その間に僕引いて布団かけて寝てます。へえ、こちらです。
ここに、はい写真、はい編集大変なんです僕のプロデュースグッズです、ね、お願いします。なるほど、これですね。じゃあ最後3人になんかこれから堀夏の冠かっこ借りてやってほしいことか、はい、なんか一緒にやりたいなって思うことあります？なるほど、一緒にいっぱいやってるよね。ってなっちゃう。そうですね、もうねめちゃくちゃ羨ましい限り。いや俺も羨ましいんだよもう企画が全部やりたいやつなんですよ。あいいよね。俺は、あの、ね、ソードと言った遊園地も一緒に行きたい。あもう3人セットでもいいから俺もくっついていきたい。あれ確かに2人だったけど、で楽しかったけど楽しかったです。でも、うん、うん、多かったらもっと楽しいと思う。確かに出させてください、お願いします。いいですね。刺身はまだしてないんだ。してないですね、刺身は。あ、やってないよなんか、みんなで飲みたい。確かに刺身じゃなくてなんかメンバー飲みみたいな。家借りてうわ、いいね、めっちゃいい。ホームパーティー。おー、いいねいいんですか。ありがとうございます。いや、早っ。ゴリゴリ聞く気ないぐらい早い。終わりました。お酒出してね。やりたいやりたい。確かに確かに。すいません、本番前に。いや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 、あともう15分くらいで本番になっちゃうんで。あと15分か。はい、やばい。そろそろ。ほんとじゃん。準備しましょうか。イエーイ。はい、じゃあお邪魔しました。ありがとうございました。また、お願いします。すいません。お願いします。皆さんお願いします。お願いします。楽しいです、いつもありがとうございますみなさん、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。そしてこれからも僕にやってほしい企画などどんどんコメントに書いてください。よろしくお願いします。